造船所は船を建造し修理する場所である。対象の船はヨット、クルーズ、客船、軍艦、貨物船など様々なものが含まれる。造船所には仙台方式のものとドック方式のものがあり、仙台は主に最初の建造に使われるのに対して、ドックは修理に使われることが多い。大きな造船産業のある国は日本、中華人民共和国、韓国、 ドイツ、トルコ、ポーランド、クロアチアなどがある。ヨーロッパの造船業はアジアに比べるとより小さな会社がたくさんある傾向にあり、アジアでは少数の大企業が造船を行っている。アメリカ合衆国ではほとんどの造船所は民間のもので最大のものは軍需企業である。ノースロップグラマンである。アメリカで公的に保有されている。 造船所は海軍の施設で修理と補給を行っている。大きな造船所にはクレーン、カンドック、仙台、ホ対策の施された倉庫、塗装施設や船舶組み立て用の広大なスペースなどがある。船舶がその寿命を終えると、主に南アジアなどにある船舶解体場へ送られる。歴史的には船舶解体も先進国にあるカンで行われて、 北がコストの問題や環境規制の関係から発展途上国へと移ることになった。造船所は海に面して、あるいは看満のある川に面して作られる。イギリスでは例えば、テムズ川、1513年にデプトフォード造船所を作った、マージー川、ティーズ川、タイン川、ウィア川、クライド川などに造船所が作られ、特に校舎は、 かつての世界でも有名な造船センターへと成長した。アルフレッド・ヤーロー卿も19世紀末にロンドン、ドックランズのテムズ川沿いに造船所を構え、後に北へ、クライド川沿いのスコッツタウンに移転した。他のイギリスの有名な造船所としては、北、アイルランド、ベルファストのタイタニック号を建造した、ハーランドウルフや、ケントのチャタムにある海軍の造船所がある。 世界で最も初期の造船所は、インダス文明において、紀元前2400年頃、現在のインド、グジャラート州にあった港町である、ロータルに建設された。ロータルの造船所は、シンド州のハラッパーの都市群と当時周辺のカッチ砂漠がまだ、アラビア海の一部であったカチャワル半島を結ぶ、交易路上にあるサバルマティ川に面していた。ロータルの技術者は、 高い精度で造船所と交易用の倉庫を建設した。造船所は町の東側に沿って建設され、考古学者によって技術上の高い医療であると評価されている。土砂で埋まってしまうことを防ぐために川の本流からは離されているが、潮が満ちた時には船が出入りできるようになっていた。船は産業革命の数百年も前にイタリア、ベネツィア共和国で最初に 工場で量産されるようになった。ベネツヤの造船所ではあらかじめ製造されていた部品と組み立てラインを使い、最盛期には1万6000人の人を使って、ほぼ毎日一隻のペースで船が大量生産されていた。船舶は定期的に造船所のドックに入って、普段は水面下で見えない船底部分も含めた検査と補修を受ける。これらもまた造船所の仕事となる。 ドック入りの時には、船級協会や、選席国政府の検査を受けて合格しないと、船球が維持できずに、船体保険や貨物保険がかけられなくなる。稀に船球を持たないまま運航する船があり、これらは、サブスタンダード船と呼ばれ、海難リスクの高い船として注意が払われる。何年も、自然の水面に浮かんでいる船の船底には、 富士壺などの水生生物が付着したり腐食したりして、凸凹が生じる。この度合いを表面素度と呼んで、この抵抗の増加は洗足を遅くして、公開日数を増やし燃費も悪くするため、定期的な清掃作業が必要となる。船体表面の付着物は、高圧水流によって取り除かれ、船底部は特に、船底塗料と呼ばれる、専用の塗料で再塗装される。 大型船の船底を清掃するには、ドック入りが必要となり、コストがかかることから、汚れや生物の付着を防ぐ効果を持つ塗料が研究されてきた。以前から使用されてきた、自己研磨型塗料の内有機鈴化合物を含むものは、その毒性の高さから、環境破壊の原因として、国際的に使用が禁止され、現在では、塗料の成分が溶け出すことで表面への付着を、 阻害する事故研磨型塗料が扱われている。船は2から3年ごとに主に船底部の再塗装のために、ドック入りして塗り替えが行われ、多くの場合、船底部と同時に、喫水より上も含めた、船体全体が清掃されて必要ならば、再塗装される。またスクリューの掃除と再塗装も同時に行われる。水栓ショットブラスト下塗り、プライマー中塗り、サーフェサー上塗り、 エナメル島のオホーク海軍造船所、ありがとうございます。